ロード第4節2戦目。さあそしてバッターボックスには角中が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと初球打った、セカンドうまく捉えて一塁アウト、これで3アウト。バッターボックス西野、ホークスこの回1点を返されています。さあリードを2点まで迫られ、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。5球目は何で来るか。惜しいですね、決まったかと思いますよね。はい、空振り、ここはランナーを変える。バッターボックスは8番足立、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなります。インサイド決まっています。156キロがいきなり出ました。よく見ています。外れましたけどいいボールですよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。際どいが、ソフトバンク打ちに打ちました。